はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショが今日は本格的な準備をしようをお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、本格的な準備がとうとう必要になってきましたね。もうね。まあ、前からね、もう前々前,前前前から言ってるように、2023年10月から6でもないことがスタートしますよということでお話をしてました。とうとう始まりましたよね。もう全部重なってきてるじゃないですか。まあ、大幅な値上げ、もう経済的にこれは本当に困窮しますよね。 あと、戦い、あっちこっちでね、新しい戦いが勃発してですよ。とんでもないことになってます。これはね、あの、そういうふうに、まあ、イスラエルね、ハマス今やっていて、まあ、今日から地上戦とかね、あの、大がかりな、まあ、作戦が開始されるっていう話が、もう出てます。これやるでしょう。あの、影響ありますよ、世界的にね。まあ、問題が、もう山積、山積み、とんでもない作戦なので、これは世界の反発はすごいでしょうね。 で、社会揺らぐ、経済揺らぐ、いろんなことが起きてくる。その中で、まあ、そういう話を、なるべくね、日本の多くの方は、耳を塞いでしまってる、目を塞いでしまってる。もう、見ない、聞かない。なんか、あの、猿みたいですよね。あの、猿の銅像みたいなのあるじゃないですか。石像みたいの。見ざる、言わざる、聞かざるみたいなね。余計なこと言わない、聞かない、見えないようにしてしまうと。まあ、目隠し、耳栓ですよね。 でもよく考えてくださいよ。目隠しして耳栓したら何にもできないんですよね。動けないでしょだ間違ってるんですよ。だから。目隠ししたり耳栓したりしたら何にもわかんないから行動できないんですよ。行動を起こせないし先に進めないんですよ。一歩も足踏み出せなくなりますよね。だからこれはね、間違っているんですよ。基本的に人間っていうのは目をカッと見開いて、ちゃんと耳で音を聞いて、で、前に 一歩ずつ歩みを進めていかないといけないんですよ。そういう生き物なんですよね。それを行っていかないとね、体の調子とか心の調子が狂ってしまうんですよ。なんで今上がったのね。<laughs> いや、心の調子が <laughs> 狂ってしまうんですよ。いやー、これもね、ちょっとね、あの、精神的なバランスねあえ、ちょっと待って、もう私やられちゃってるかもしれないっていう人出てきてますよ。だってもう、あの、ウッキーロッキーだけでももう精一杯だったのにね。まあ、あの、 結構離,離れているので、まあ、ロッキーは近いですけど、北海道の先じゃないですか。ねえ、この間、宗男さんが行って、問題になってね、ああだこうだ言われて、かわいそうにね、まあ、なんとか架け橋として自分が役に立とうと思って、ねちょっとこう、仲良くした方が、まあ、争いじゃなくて、仲良くした方がいいんじゃないかっていう気持ちで行ったわけですけども、まあ、もうあっちこっちからね、叩かれ叩かれ、叩かれ、叩かれ、お尻ペンペンされてね、まあ、嫌になっちゃいますよね、だけどね。 悪いことしてるわけじゃないんですよ。いいことしてるんですよ。ね。まあ、だけど、心が狭いっていうか、偏ってるっていうかね、まあ、テレビの報道だけで、それだけをうのみにしてしまって、ああだこうだというふうに判断する人が、まあ、いかに多いかということですよね。で、今度、まあ、パレスチナ、ね、ハマス。このね、カマスじゃないですよ。食べ物じゃない。ハマス。まあ、このね、ハマスが攻撃したことによって、イスラエルと今、戦闘状態にあるということで、 これが勃発してしまったから、まあね、あの、第3でおやつ大会が始まるとか、いろんな噂が出てしまって、もうなんかもう嫌になっちゃって、もうどうしたらいいのっていうね、あの、昨日もね、そういう相談を、私、あの、仕事がね、あの、大きな会社の、えっ、ー、と、役員さんとか社長さんとかの相談を受けるというね、契約をしていて、それが仕事なんですよ。その相談を、まあ、なんて言うんですかね、解決するというんですか、 まあ、悩み、話聞いているだけでもいいって言うんですけども、まあ、解決したいんですよ。私はあのトラブルが大好きで、変な人間なんですけどあの、トラブルが異常に好きなんですよ。揉め事が。で、揉めれば揉めるほど、なんか笑いが出てくるんですよ。<laughs> で、だから、あの、変な、ごめんなさい、不謹慎ですよね。今の状況というのは世界的に混乱して、まあ、トラブルだらけじゃないですか。やここだなっていう感じはしますよ。これで本領発揮みたいなね。 で、昨日も相談を受けたんですよ。あの、女性の方から、役員の方の、まあ、奥さんなんですけれども、あのー、私ね、って、落ち着いたお声なんですね。まあ、上品な方なんでしょうね。で、私ね、あの、もう、いっぱいいっぱいになってしまいまして、というお話なんですね。切り出しが。で、え、な、なんでしょうか、その、いっぱいいっぱいというのは、精神的にいろんなことが今あるからですかその通りなんですよ。 あのイスラエルの問題で、もう私、涙がこぼれてしまって、まあ、いろいろ悩みをね、お話しされたんですよ。で、まあ、心痛めてると、どっちがいい悪いは私には分かりませんけれども、とにかく、とんでもないことが始まろうとしてる感じがしてしまって、心臓がドキドキして、夜眠れないんです。一体どうしたらいいんでしょうかという、まあ、ご相談だったんですよ。 夜眠れないときはどうしたらいいか答え簡単ですよね。寝なければいいんですよ。だって眠れないのは当たり前じゃないですか、悩んだら。悩んで眠れる人ってあんまりいない。いや、もうね、悩んで悩んでなんか大変なことが起きてね、自分の身の周りとか身に降りかかったりとか、家族に。とんでもないことが起きて、いや、いったな、それだけは参ったと思って、 よく眠れる人っておかしいんですよ、絶対。<laughs> あの、悩んだら眠れないんですよ、普通。で、悩んで眠れなくて、眠れないのをどうしようっていう必要ないじゃないですか。悩んで眠れなかったら寝なければいいんですよね。で、そのことを考え続けてしまって、考えないようにしようと思っても、考えてしまって眠れないんでしょで考え続ければいいじゃないですか。考え続けて答えを出せば、あの、多分答えが出た次の日からは眠れるんですよ。 でも考えて中途半端に眠ろうとするから、いつまで経っても毎日眠れないんですよ。考えることを拒否したり、さっきのだから、あの見ざる、聞かざる、言わざるですよ。あのお猿さんになってしまうと、前に進めないから眠れないんですよ。だから、眠れなきゃいいんですよね。一日二日寝不足だっていいじゃないですか。考え続けて、そうだ、じゃあ、 こうしよう。もうこれしかないなっていう結論が出たら眠れるようになりますよ。だんだん。あの、いきなりじゃなくてもね。で人間って答えが出ないからずっと眠れないんですよで。そこで何かあの、お薬飲んでね、眠れるような、あの、睡眠導入剤っていうんですかもうそれを飲んで、無理やり眠るようにするっていうのは間違ってるんですよ。それはあの、見ざる、言わざる、聞かざるみたいに、目隠しをしちゃってる。耳栓しちゃってるんですよ。 それだと全然何にも解決しない。根本的なことが何も見えてこない。解決しないんですよ。だから今回のイスラエルとハマスの戦闘も、まず考えるのは、なんで人間っていうのはそういうふうになってしまうのかってことですよね。で、そこから考えて、じゃあ日本、まあ日本にいるね、場合には日本で生きていくために、どうやったら大丈夫なのだろうかと。 どんな影響があるのか自分にね、自分の身の回りに、自分の大事な人に。そしてそれを乗り越えていけるのかどうなんだろうそのためには何か行動を起こさなければいけないはずなんですよ。ま、そんな話を昨日させていただいて、ま、あの、考えましょうと。自分で悩んで眠れないっていうのじゃなくて、眠れないのは当たり前のことなので、考えてくださいって言ったんですよ。とにかく。二日三日寝れなくてもいいじゃないですかと。 考え続けるんですよ、と、自分で。で、答えを出さないと、ということですよね。まあ、そういうお話を、まあ、させていただいたんですけど、急に声が枯れてきて、ガラガラ。<laughs> すいませんね。あ <laughs> いやいや、大丈夫だ。あ、大丈夫。あ、あ、あ、大丈夫だ。ごめんなさい。変な声が出ちゃって、すいません。いや、あのー、声チェックしてればいいじゃないですよね。話してる途中でね。でね、とにかく、 考えることはいいことなんですよ。いろんな角度からいろんなことを考えなければいけないです。で、自分なりの答えを出していかないといけない。この自分なりの答えが難しいですよ。あの、人に頼ってはいけないですね。よくね、昔相談された話で、昔はね、いろんな人の相談を毎日20件とか受けてたんですよ、仕事で。で、それずっとやっててくたびれちゃって、もう、 命が持たないので、命じゃないですよ。命ですよ。あの、命さんじゃなくてね、あの、命が持たないので、あのね、だんだん絞っていったんですよ。で、20件、あの、いろんな方のお話を受けてる時に、結構ね、やっぱり為替とか FX 株で飛んじゃって、あの、どうしたら勝てるかとか飛んじゃってっていう人がいて、で、その相談を受けたことありました。基本的にはね、あの、ギャンブルなんですよ、あれは。 あれ楽しんでやるものなので、あれで生活を何とかしようとかね、あの、あれで大儲けして、いや、大儲けできる時もあるんですよ、人によってね、タイミングとか。だけど、それであのずっと食べていこうって思うことはやめた方がいいです。あの、それも才能なんですよ。だからその FX 為替やるにあたって、ものすごい才能がなければもう無理なんですよ。だからなんか三尊ができたとかね、何が三尊ですかね。 それで、よし、これがあの、三存できたから、思いっきり、あの、売りで入っていって、ここで儲けられる。で当たる場合もあるけれども、それでも登ってっちゃって大損する場合もあるじゃないですか。だから、そんなのね、あの、そんな技術的な用語とか、なんか技術的なことを教わったり学んだりして覚えても、飛ぶときは飛ぶんですよ。飛びます飛びます坂上二郎天国の二郎さん助けて助けてくださいよ、天国の二郎さん 今日の声伸びいいよね。いや、そういうもんじゃなくて。いや、本当に。だから、か替せとかで飛んじゃうときは飛んじゃう。まあ、運もあるの、調子の良さとかね、タイミングとか。でも、才能のある人は何億円も稼げるんですよ。あの、才能があるから。だから、誰にでも才能があるわけじゃないので、まあ、ギャンブルだと思ってね、あの、当たるときもあるし、外れるときもあるし、調子いいときは儲かるな、程度で、まあ、楽しんでやっていくってのはいいんじゃないですかね。 で、まあ、その時ね、あの、当時、ずいぶん、あの、昔ですけれども、まあ、相談があって、あの、勝てないんだと。そこどうしてなんですかねって。まあ、話を聞いたら、まあ、1日4000円買ったよーしとか言って、2万円買った時もあって、よーし、大勝ちだとか言って、それを繰り返してる。いやいや、あの、それは、あの、それで食べていくこともできないし、あの、お金がいっぱい儲かるってことはないですよって言ったんですよ。だって、2000円、4000円、2万円買った時によーしって言って、 ねこんなに勝ったのすごいっていうふうに、いうレベルだと、全然ダメですよね。だって、絶対これ勝てるな、ここ勝てるなと思ったら、絶対勝てるなと思っているのに2万円しか勝てないんでしょいや、前座にさん、次込めばいいじゃないですか。絶対勝てると思ったら。いや、私だったらしますよ。え、あの、何回かして全部飛んだことありますけど、<laughs> 1000万飛んだことありますよ。<laughs> 1000万、全部なくなって、びっくりしましたよね。いや、だけど、 まあ、ギャンブルだからね、そんなもんかと思って。まあ、勝ってる時もありましたからね。だけど、まあ、そんなもんなんですよ。本当に。だから、あの、ギャンブルなんですね。で、うちの家系、ギャンブラーなので、どってことないですよ。そんな飛んだってなんだって。あの、全然がっくりもしないし、笑いましたよね。飛ぶんだな、こうやってと思いながら。飛びます飛びます坂上次郎私を助けなくていいですからねー 本当にジローさん、本当、こんなやつ、助ける必要ないですからね。<laughs> ね。いや、だけど、あの、そういうものだと思ってやっていけばいいんですよ。で、本当にお金をそれで得たいんだったら、ここだと思った時は、大きくかけなかったら、お金なんか得られないじゃないですか。え、でも、ちょっと待ってくださいよ。例えば、200万しか貯金がなくて、200万全部かけて、全部飛んじゃったらどうするんですか。いや、それじゃお金儲かるわけないじゃないですか。そんな、そんなみみちい精神状態で、ね。 あの、何億円も儲けようって、目標1億とか言って、無理に決まってんじゃないですか。だって大きくかけなかったら、大きく儲けらんないんだもん。だからかけるときは、200万円でレバレッジを200倍、1000倍でかけりゃいいじゃないですか。で、一気に動いたら、めちゃくちゃ増えますよ。10倍とか、2000万とか。え、でもそんなことして、でも飛んじゃったらどうするのいや、だから無理なんですよ。だから才能ないじゃないですか。もう根本的にダメなんですよ、もう。 今、ま、あの、見ざる、聞かざる、言わざるじゃないですか。目を塞いじゃってるじゃないですか。未来に対する目を塞いでるんですよ。やるときはやるんですよ、人間。うん。だけど、それが怖いんだったら手を出さない。または、まあ、遊びのね。まあ、ギャンブルだから、まあ、競馬と同じようにね、当たるか当たらないか、まあ、そんなもんだよ、と思って楽しんでやるか、どっちかですねで。真剣にね、これで食っていこうと思ってやるんだったら全力ですよね。あの、ここだと思ったら。でも、その全力が一日一回もないですよ。 おそらく、1ヶ月に1回、2回あれはいい方でしょでも1ヶ月に1回、2回でいいんですよ。だってその時に全部かけてあの、例えば5倍になったら、もうそれで OK じゃないですか。で、また次の月、そういう時、チャンスがあったらそこでやればいいんですよね。で、それが普通の人間はできないんですよ。そんなビジネス的な区切りが。できないの。だから、あの、ダラダラやっちゃうの。毎日のように。まあ、依存症だよね。いや、それはね、もう無理。依存症だったらもうありえないから。 よっぽど才能がある人じゃないと勝てないね。それはね。だそれは100万人にしてるぐらいしかいないから無理なんですよ。まあだからもう心して自分の才能はどこにあるのか何に向いてるのかっていうのを考えて、まあちゃんと向いてる仕事をやるべきだよね。そんな変なものに手出してないでね。そう。だから、あの、よくなんか変な情報を見て、あの、セミナー受けたりとか、まあ、セミナー受けてる人ってのはほとんどダメになるよね。将来。あの、その時はちょっと良かったりするんだけど、 やっぱり自分の実力じゃないからね。だらこうしろ、ああしろって言って、うん、そうか、なるほどって思いながらやるわけだから、それはね、学びじゃないよね。それは学んでるんじゃない。それを見,見ざる聞かざる言わざると全く同じ。自分の能力を開花させてるんじゃなくて、それは人の言うことを聞いてるだけだから。それはね、無理なんだよね。 だ、いくらいろんなセミナーね、受けまくってる人いるけど、お金も無駄だよね。そんなお金があるんだったら、私だったら為替で一気に、よ、ここだと思った1ヶ月に1回のそこに全部かけるね。本当に。だって実際それでまあ、ね、やってみたら面白いですよ。いやだけど、ギャンブルだと思ってやんなきゃダメですよ。全部飛んじゃう時もあるんだから、ね。 で、それを、いや、全部飛んじゃったよ。どうしよう、どうしようって。いや、どうしようじゃないよ。だって、全部飛ぶか増えるか、どっちかしかないんだから、<laughs> しょうがないよ、そんな。<laughs> そんなの、確証があってね、必ず100%こうですよなんてあれば、誰だってやってるでしょ、そんなのね、まあ。そんなことは世の中ないんですよ。だけど、まあ、気合い入れないといけないということと、まあ、これからもね、先準備しないと、いやこれはね、あの、先ほどのね、あの、役員の奥さんじゃないですけれども、 悩んでてもダメだから自分なりにな、あの、悩んでていいんですけど、あの、自分なりに自分と会話して解決しなきゃいけない。あの、結論出さなきゃいけない。それで結論出したら、うん、これをやんなきゃいけないんだなと思ったら行動を起こしてやんないといけないんですよ。とにかく、行動を起こさないと。だから目隠しは取る。耳栓は外す。そして、前に進んでいくんですよ。自分が結論出した方向にね、向かって行動するんですね。 これからね、それやんないと厳しいですよ。あの、大きい揺れもね、来ます。間違いなく来るね。で、大きい揺れが直撃したところ、危ないよね。もうめっちゃくちゃになっちゃうから。で、そういうことも考えて、果たして自分はね、その中でも、どうやって生き残れるのか、生き残っていく方法は何なのか、そのための用意準備は何なのかを考えなきゃいけないよね。 だからリュック一つで逃げるっていうのもいいわけですよ。一人者だったら。また子供がいたら子供のリュックちゃんと用意してあげて、そこに大事なものを入れて、着替え入れてね、まあゴーグル、マスク、ね、全部入れて、あの帽子とか、ね、手袋、あの軍手でいいですからね。軍手も一セット中に入れて、ゴーグルも一セット中に入れて、で、実際していくのも、あの自分で別にまた買って、だから一人に二セットいるわけですよ。あのそうじゃないと、やっぱりなくしたりね、あの、まあ、 あの、切れちゃったり、折れちゃったり、割れちゃったりとか、まあ、人にあげちゃったりとか、あの、助けるために人にあげるしかないとかね、そういう場面も出てくるかもしれないので、まあ、2セットは絶対必要ですよ、最低ね、まあ。そうやってリュックに食べ物、飲み物も入れて、お菓子も入れて、セットしてあげて、あと、いざっていう時に逃げる時に、じゃあゲーム機入れよう、充電器入れようとか、電池入れようとかね、そうやって、まあ、全部あの、懐中電灯までセットして置いとくんですよ。でそしたらそれを背負って逃げればいい。 です。大人はね、やっぱり経済的なものもあるので、その中に、いかに経済的に、もう家に帰ってこれないかもしれないという前提で逃げるわけだから、そのリュックに経済的に大丈夫なものも入れないといけないよね。だからお金ですよ。だけどカードを入れといても、世の中がおかしくなって、そんな大きな揺れでガーンってなったら、そうじゃなくたって、なんか銀行のシステムずっと、ね、もう40時間ぐらい飛んでたじゃないですか。やっと復旧して。あんななっちゃったらお金下ろせないでしょ だからカードがあったって無駄かもしれないので、じゃあその中に何お金になるもの、何入れるかってことですね。まあ500円玉でもいいけど、でも100万円分の500円玉をリュックに入れて背負ってって何十キロもあるんで、いやーこれヘトヘトになっちゃうね。だ難しいですよ。だから家の置いとく分にはいいですよ、500円玉ね。いいと思いますよ。私もあの持ってますから。だけどその他に、まあ、銀のね、コイン、値打ちのあるもの、1枚だから2万円とか1万円ぐらいのものでいいと思うんですよ。 その銀コインを嫌ってほど持ってて、ま、2万円のコインだったらね、あの、いざっていう時に2万円で交換できるでしょ、2万円前後で。だから2万円のコインを、もう、例えばあの、100枚入れとくとかね、それだけでも生き延びれるじゃないですか、世界中共通なので、どこ行ってもね。だからそのコイン1枚出して、これと何か食べ物とか、何かをとか、ね、どっか絶対にあの、ここは通らなきゃいけないっていう時に、賄賂でもいいですよ。 このコイン、あの、値打ちありますから、通してくださいって言って、家族分4人、4枚渡しますから、ここ通してくださいって言ったら、うーん、まあ、言うわかった、お前ら行けよって、な、なるびますよ。外国だったら結構そういうのあるんですよ。だから、そういう時にも使えるので、とにかく自分で工夫して、いろんな角度から考えて、準備して、用意しないといけない、行動を起こさなきゃいけない。これはね、今、行動を起こすべき時ですね。 で、もし、まあそういう大きな揺れでも、まあ大丈夫だった、家にいて平気だったっていう場合には、まあ水と食料と、まああといろんな物資ですよね。あとは、まああの煮きができる、まあ設備用意。まあいろんなものが物を言うわけですよ。だからそういうものを揃いとかなきゃいけないですよね。まああとは、まあ防備ですよね。いかにして守っていくかっていう作戦計画を立てておかなければいけないですね。まあ一番いいのは闇に紛れることですね。 何かがあってとんでもないことが起きたときに、例えば水がある、食料があるっていうのが、近所とか周りに分かれば、やってきちゃいますから。だ,だからね、あの、一生懸命備蓄してね、プレッパーで基本的にね、あの、外れてる人、日本のプレッパーとしては、あの、外れた行動を起こしてる、言動を起こしてる人はすでにいるんですよ。私ね、実はね、 あの、プレッパーって言って、なんか品物とか食料とかた、ね、食べる、溜めるのが大好きで、あの、危機管理をするっていうような、備えるって意味なんだけど、あの、私結構ね、あの、自宅に、そうね、一年分ぐらいの食料揃えてるんだよね。あの、水もって言って、ベラベラ友達とかあっちこっちに喋ってる人いるんですよ。もうアウトだよね、そこで。だってその人何にもわかってないでしょ。経験もないし、何にもサバイバルの訓練もしてないですよ、そんな人。だってそれを、 あの言っちゃって情報ばらまいちゃってるでしょで、いざっていう時必ず来ますよ。夜中の2時に。金婚。え、何こんな時間に誰かしらあ、はい、どなたですか私あたし、会社のさ、同僚の N 子だけど。あ、なに N 子こんな時間に ?2 時だよ。えー、2時だって分かっててきたねなんでこんな状態になっちゃってさ。 あの、お店も何にもないの。スーパーに行っても棚からだしさ、もうパニック。食料あるんでしょまあ、言ってたよね。貯めてるって。一年分。ちょうだい。分けて、私に。えさあ、どうするこれ分けないわけにいかないですよね。まあ、ドア開けるしかない。開けてみたんですよ。開けてみたら、その、N 区の背後に4人いるんですよ。え、背後例背後例じゃないわよ。友達連れてきたの4人。 私たちに分けてよ。えだって、N、え、え、え私たち5人に分けてよ。そう言われちゃったら分けないわけにいかないので、まあある程度の食料分けるわけですよ。箱に入れてあげたりしてね。じゃあこれ5人分どうぞ。ありがとう。また来るからね。やばいですよね。また本当に来るんですよ。今度10人引き連れて。怖いですよね。 で、その10人がまた誰かに言っちゃうから、どんどんいろんな人が来るんですよ。夜中の2時に。キンコーンえ、なにまたやだ怖い心臓に悪い。はい、どなたですかすいません。話を聞いてきたんですけど、え、ど、どなたなんですかあの、N 子さんの紹介で来ました。食べ物がなくて、うちの子供まだ2歳なんですけど、もう3日も何も食べてないんですよ。ここに来れば食べ物を分けていただけるというふうに聞いてまいりました。 よろしくお願いいたします。えぇさあ、どうする食べ物を開けなかったら大変なことになるでしょ、きっと。え、でも無理です。あの、もう食べ物ないんです。いや、一年分あるってなんか聞きましたけど、いや、もう、もう本当なくなってしまって。どん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 、どん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 、どんどんやめてください。どん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 あ、わかりましたわかりました。今開けます。ガチャ。あるんでしょ食べ物。あ 分かりましたちょっと待ってください。一箱ね。ありがとうございました。また来ます。ええー。いや、もういろんな人来ます。だからもう食べ物の配給所みたいになっちゃうんですよ。怖いですね。だからもうどんどんなくなって、もう自分で食べるものすらなくなってしまうような状況になるんですよ。間違いなくなりますよ。だってないんだもん、世の中に。水もないの、食べ物も。来るに決まってんじゃないですか。で、自分で言っちゃってるんだから。私ね、とか言って。絶対言っちゃいけないんですよ。 で、絶対に言っちゃいけないし、で、そうやって、誰か来るのを防がなきゃいけないので、もし外に出るようがあっても、ボロボロの服を着て、ボロボロの格好をして、髪の毛はもうぐちゃぐちゃにして、顔にドロン塗って、いや、本当に。いや、もうボロボロの状態で出かけて、近所の人が、 大変だよ。水も出ないからお風呂入れないし、あなたとこうどうしてますうちまっちゃうでしょとか言って、ふらふらになりながら、<laughs> 横に揺れながら、私の家もそうなんですって、もう闇に紛れないで <laughs> どうかしなきゃいけない。<laughs> どうかしてるいやいや、どうかしてるんじゃなくて同か,どうか同じようになんなきゃいけないってこと。本当に。そうしなかったら、やられちゃうんだよ。 来るんだよ夜中の2時に、キンコーンって。めっちゃ怖いじゃないですか。危ないよね。命がやられるよ。いや、命だったごめん。命がやられる。元気があれば何でもできる。そうなんですよ。元気があれば何でもできるけど、そういう時って元気出しちゃダメなの。どうかしないと。本当に <laughs>。え、どうかしたのって声かけられるぐらいどうかしないと。いや、どうかしないといけないの。 いやあ、だからね、分かってないんだよね。あの、想像力が欠落してるんだよね。だからみんなね。判断力、想像、想像力が。いやー、最近判断力鈍くなってる人多いよ。なんか時間かかる人。危ないよね。だから車の事故とか多くなってるんだよね。あの、時間かかるんだよね。瞬時に判断できないんだよね。だからいろんなことをいつも考えておかないと。だから大きな揺れで逃げる時も、ええー、と、えーと、どっちに逃げようかな。えーと、えーと、持ち物何かな。バーンもう終わりだよね。 上から何か起こってきて、いや、本当に。いや、だから、そんなね、考えてる場合じゃない。だから、いつも考えていれば、その時には、判断ができるの。いつも考えてないから、そういうことになっちゃうんだよね。焦るだけで。判断が早いだけじゃダメなんだよ。あの、考えとかなきゃいけない。いろいろ考えて、作戦を練って、いざという時にそれができるように、訓練しとかなきゃいけない。それができてないよね。うん、だから言っちゃってる人は、もうね、 ねえ、私言っちゃってるどうしようとか。ねもう遅いよね。取り消ししたって取り消せないから。だからもし、あの、家族で住んでる人はもう嘘ついて言っちゃったんだけど、その後、だんだん小出しにして、あの、暗い顔してね、会社に行くんですよ。働いてる人は。で、みんなに言っちゃったらみんなが、なんかどうしたの最近暗いわね、うん。なんかほら、備蓄してるって言ってたでしょ。旦那にさ、あの、メルカリで全部転売されちゃったんだよね。 あの、備蓄してるものを、こんなもんいらない、役に立たないとか言って。まあ、言ったわ、とか。それぐらいの嘘ついた方がいいですよ。そしたら、夜中の2時に金婚って来なくなりますから、だってないんだから。で、それで、なんかね、打ち消さなきゃダメだ言っちゃった人は、本当に。で、すっごい演技力必要ですよ。あの、最初から言っちゃダメだよ、ニコニコして。あの、暗い感じにしとかないと。で、向こうから、どうしたのって、聞いてきたらチャンスだから。聞き込まなきゃダメなんだよ。あの、話をね、真剣に信じさせるためには、 相手を引き込んでからじゃないとダメ。こっちからね、なんか、オーバーに強く言ってもダメなの。人間って心に響かないから。だから暗い感じで、もう、ゆたゆたして、なんかどうしたの最近調子悪いんじゃないのなんか元気ないじゃないうん、実はね。って、引き込んだでしょ今、引き込んだ。相手を引き込んでから言うの、丁寧に。そしたら、同情してくれるから。そしたら、こっちの勝ち。いや、勝ちとか負けじゃないけど。いや、本当の話。で、そうやって話を、 相手の記憶を相手に刻まなきゃいけないんだよ。頭の中、心の中に。そうやって刻んでいけば大丈夫なの。そしたら夜中の2時に来ないから、金庫って。でも夜中の2時に来たって無視すればいいじゃない。いや、昼間も来ちゃう。そしたら、本当に24時間来ちゃうの。だから絶対めんどくさいことになるから、言っちゃダメなの。ね、そこはね、お猿さんの言わざるだよね。だから言わざるだけは合ってる。あの、聞かざる、見ざるはダメだけど、 あの、言わざるはね、余計なこと言わないっていうのはね、あってますね。そこはね、余計なことあんまり言っちゃいけないね。本当に。自分からどんどん言うのはやめた方がいいね。まあ、聞かれても、どうかしなきゃいけないんだからえ、そんなの貯めてないし、3日分ぐらいはあるかな。って言ってればいいの。ボロボロの服着て。いや、ほんとボロボロの格好で。いや、そういわなきゃダメだよ。本当にね。あの襲われちゃうからね。 いざというとき、分かってないんだよね。本当にそうなるから。あの、今外国の方もいっぱい入ってきてるので、容赦ないよ。食べ物あるって分かったら。うん、だから、あの、停電の時にポータブル電源があって、明かりをこうこうとつけてるってのはもまずいよね。虫は明かりに寄ってくるみたいに寄ってきちゃうからね。みんな。あ、あそこ明かりついてるぜ、とか言って。怖いよ。夜中の2時に。だ <laughs> んだんだんだん。<laughs> 危ないからね。気をつけないとね。 だからいろんなものを用意して使うのも今こ、今のことを考えて、今のことを前提にして、使わなきゃいけないし、行動しなきゃいけないんですよ。慎重にね。うん、本当に。で、まあ、これから値上がりがもう始まってますけれども、ひどい値上がりになってますね。いろいろね。でも、ビニール袋があの100枚入っていたのが70枚になって、わこれも値上がりだ。そんなのもうどうでもいいよ。そんな袋が30枚減ったぐらい。 買えるんだから70枚ありがたいと思って、しょうがないと思わないと、次すんごいの来るからね。まだこれからなんだよ、だって。そんな袋が30枚減ったぐらいなんともないよ。これから来ることに比べたら。すんごいことやってくるから、とにかく。もういろんな、その値上がりだけじゃなくて、もうとにかく、もう本当にとんでもないことが、やっぱりね、あの10月からはひどいことが始まるんですよ。あの、もうずっとそれは分かってたんだけど、 まあいろんな人に言ってもなぜ10月なんだって言われてね、まあ、なぜって言われても始まるのが分かってるから言ってるだけで、理由なんかありゃしないですよ、そんなのね。始まることが分かってるから10月からひどいことが、世界的にひどいことになりますよ、日本もひどいですよってずっと言ってるんだけど、なったでしょね。で、これからもっとすごいことが起きる。間違いなく。あの、よくないよ。世の中は悪いことばっかり。 で、やっぱり経済的にも困窮するような要因っていうのはあっちこっち吹き出してくるので、とにかくね、経済的には何とかある程度確保しとかなきゃいけないね。あの、経済的に安定するように、まあお金なりお金になるものだったりね。それはね、大事。最初にそれでやられちゃったらもう次行けなくなって生き残れないからね。まあ、ちょっとそれはね、あの本当にダブルワークだろうが、なんだろうがやっていかないといけない。これはね、あの、住んでる場所による、あとは、 人のね、あの、その、なり、まあ、個人の性格、自分にその仕事が向いてるか向いてないかとか、いろんなことがあってね、あと能力あるないとかね、これはね、違うからこの仕事したらいいよなんていうのはないですよ。とにかく自分で考えて探すしかないですよ。あの、環境もあるだろうしね、地域的なこととかね、まあ、いろんな事情もあるじゃないですか。家族構成だったりとか、誰かの面倒を見てたりしたらね、やっぱり身動きあんまり取れないですよ。 それでも、じゃあ何か仕事ないかなと思って一生懸命考えて見つけて、行動を起こしてやるっていうのはいいでしょうね。うん、だからあの生半可な気持ちでやってたらうまくいかないですよ。何にもね。だからもう自分で全力でやる、全力投球するんですよ。そのために自分には何があるのかっていうのは考えないと考え続けるけれもあるんだから誰でも、ちゃんと能力ありますから皆さんね。あの、でもその能力にちゃんと見合った仕事をしないと成功しないし、 いい方向には進んでいかないんですよ。それを誤ってはいけないよね。誰でもがやってて、あ,あの人もあれで成功したから私も、これダメ、全然ダメ。その人はそれで成功したかもしれないけど自分は同じじゃないからね。自分の能力に合ったものをちゃんと選ばないといけないですよ。うまくいかないですよ、本当にそれは。うん、気合い入れましょうね。まあ、これからとんでもないことがもっと大試練来ます。 来るので、備えないといけない。こんなもんじゃないよ。まだ始まったばっかりだから。前から言ってるように、値上げも大試練も、始まった、まだ入り口なの、これ。日本は。これから上がっていくんですよ。だからこれからね、もう気持ちにもうガーンと切り込んでくるとんでもないことが起きるので、今ドキドキしてる人、今もう参っちゃってる人は持たないよ、それは。 だって夜中の2時にどんどんどん来てごらんなさいよ。もう倒れちゃうでしょ、それって。もう倒れちゃうよね。いや、だから、本当にね、気合い入れないと生き残っていけないですから、気持ちを強く持たないと。頑張りましょうね。心は柔らかく、気持ちは強く、前に前に進んでいきましょう。空気切り裂いてね、額で。額で空気切り裂いて、覇気を出して、もうみんなぶっ倒すぐらいの気持ちで、邪魔な奴がいたら、ゆっくりそっと丁寧にどけてね、本当に。 それでいかないといけないですよ。闇に紛れて同化してくださいよ。同化するんじゃなくて同化ですよ。ね。頑張りましょう。応援しますんで頑張っていきましょう。ということで、また次回のラジオでお会いしましょう。間違えちゃった。最後に来て。<laughs> ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。